はい、今回義胤の流儀第28条ですかね。第28条はフリーランスの極みです。まあ、あのフリーランス、まあ、僕もフリーランスなのかな、わかんないですけど、もし極めフリーランスを極めていきたいんであるならば、フリーランスとして極めていきたいんだったら、まず名刺を作るなと。僕名刺作ってないんですよ。で、名刺作らないことを決めました。フリーランスになって名刺を作らないっていうことを僕はまず最初に決めたかな。最初に決めたかもしれないですね。で、これはどういう意味かっていうと、名刺を配るような人と絶対会わねえっていう。で、結構フリーランスって、フリーなんだけど、なんだろうな。結局その仕事をもらって、で、その仕事を受注して、で、納品して飯食うみたいな傾向が高いじゃないですか。で、それって結局フリーなんだけど、なんだろうな。会社で働いてるのと一緒じゃないかな、みたいな。ね？そうじゃないですか。だからその会社という組織で仕事をして、で、会社で仕事を納めるのか、外でね、仕事をやって、で、外から外注として仕事を納めるのかの違いであって、なんか、あんまり変わんなくね？みたいな。で、それだったら、会社組織としてやってた方が、責任も会社にあるだろうし、でもフリーランスになっちゃう。フリーランスでその仕事をしてると、全責任自分だし、で、結局企業の納品だったりとか、企業さんの言いなりというか、こうやってくれって言ったら、あと価格競争ですよね。他のフリーランスさんはね、例えば多分あると思うんですけど、他のフリーランスさんは同じクオリティでこの価格でやってくれてるんで、今まで契約してたけど、なくなりますとかね。だから価格競争に巻き込まれたりとか、質の競争に巻き込まれたりとかして、結局めちゃめちゃ大変だと思うんですよね。そう。だから、名刺を、作るなっていうのはどういうことかっていうと、自分で集客をして、で、自分のお客さんを作っていく。だから、これをやらないと、まあ、極められないかなと思いますね。自分で集客して、自分ブランドを作って、自分の商品をしっかり買ってもらう。だから、これしかないかなと思いますね。で、これができないんだったら、このビジネスモデルができないんであるならば、フリーランスじゃなくて、会社員でいいんじゃないかなっていう。会社員やりながら、フリーランスを極めていく。別に今、副業もできるところあるじゃないですか。だから集客して、で、商品を作って売っていくっていうのを、会社で働きながらやっていく。それできるんで、僕の塾生さんでもね、今50歳の方いますけど、50歳で副業でね、今月200から300稼いでるんですよ。コンテンツ販売で。自分で YouTube で発信して集客してコンテンツを売っていく。それで200万とか300万稼いでます。別にサラリーマンだからできないのかっていう、年齢が50だからできないのかっていう、もう年齢50ですからね、その方。だから、そのフリーランスの仕事をするんだったら、マジでフリーランスとして働かない方が僕はいいと思うんですよね。だ自己責任。だって会社で失敗したら会社が責任ケツ拭いてくれる部分あるじゃないですか。でフリーランスで失敗したら、お前の全部自己責任だよ、責任だよ、みたいな。もしくは損害賠償来るかもしれなくないですか。ね、大きい案件でなんか納品できなかった場合。なんか最近南の帝王を見てるんですけど、なんかその、なんだっけ、何のシリーズだったかな。なんかその、そうそう、なんか、公務店さんかなんかで、その大企業から受注受けてたんだけど、その、なんか 0.2 ミリか 0.9 ミリちょっと違う寸法で作っちゃって、本当はその大企業さんから2、3000万入ってくる予定だったのが、いやもう、君のところと取引停止だと。で、逆にその損害賠償払えみたいなね。そう。で、なんかその社長さんは、すいませんでした、みたいな。なんとか、みたいな。もう無理だ、みたいなね。もう他の業者に頼んでるみたいな。なんか それでなんか借金作ってっていうなんか南の帝王のシリーズあったんですけど。そう。だからやっぱね、仕事をもらって仕事をしているっていうのは非常にリスキーかなと思うんですよね。そのフリーランスは。だから本当に自分ブランドを作って自分で集客して自分で売っていく。これをマストでやっていかないと、それがまあ僕の中でフリーランスとしての極みかなと思います。
で、そうそうそう、今日久しぶりにですねお客さんとお会いしたんですよ。なんか鹿児島に住んでて、なんか近い、めちゃ近くて車で30分ぐらいみたいなところに住んで、じゃあ会いますかみたいな。でその方にも言ったんですけど、まあその方もなんだ、僕の YouTube を見て来てるわけですよ。で、まあ、商品も買ってくれたわけなんですけども、あ、初めてお会いしました、その方とね。初めてお会いして、あ、どうも、あ、悩みなんか聞きたいことなんですかって、終了てか自己紹介すらしてないですからね。面白くないですか。普通だったら、普通のフリーランスって、初めましてって名刺出して、名刺交換して、よろしくお願いしますみたいな感じじゃないですか。いや、僕はそのお客さん、僕は席に座ってたんですけど、来て。で、あ、どうも、みたいな。あ、今日何聞きたいですかっていう。全く初めて会った人でも、まあ、向こうとしてはもう僕の動画めっちゃ見てるんで、まあ僕のこと知ってるじゃないですか。自己紹介もクソもなくて。で、僕も単純に悩み聞いて、その辺でアンサーするっていう。だから無駄なトーク1ミリもないっていう。そう、めっちゃ楽だし。あと気を使わなくていいっすよね。だから吉谷さんに会いたいんですっていう。じゃあ僕のメディアを見ました。で、吉谷さんに会いたいんです。あ、じゃあいいですよ。自分から別にね、会わせてくれって言ってるわけじゃないんで、こっちが一応立ち位置として上じゃないですか。ね。あ、で、合わせてください。いいですよ。みたいな話なんで。うん。だから、この立ち位置、ポジショニングを作るっていうことが大事で、会社から仕事をもらうと、会社が上なんですよ。わかります?会社がお前に仕事を納品してんだからっていう会社が上になっちゃうんで、これだとマジできついと思います。だから、安定しない?うん。だって、その会社があなたの仕事もう受けないよって言ったら終わりじゃないですか。終わりではないですけど、また探さないといけないし、うん、そう、だから名刺を作るなっていう、だからね、いや僕もね、やっぱね、でもあったんですよ、名刺作ろうかなみたいなね、会社の名刺作ろうかな、いやでも待てよと、いや名刺をそもそも配る人と会いたくないなみたいな、ね、名刺を配るような人と取引したくないなとか、一緒に名刺を配るような人と今後仕事をしたくないなっていう。そう思って、よし、名刺作らんと。だから、会社作っても名刺僕作ってないですからね。多分、あんまなくないですか?大体会社作ったら名刺作るじゃないですか。もう本当に1枚も作ってないですからね、僕。だそれは、だから今後それは僕の信念としては、名刺は絶対作らないと。決めてますけどね。うん。まあ、その名刺を作らない裏にはそういうことがあるってことですね。で、あとは、そうは言ってもでしょ?そうは言っても、やっぱり最初は大変なところあるじゃないですか。ね、頭下げないといけない部分もあると思うんですよ。うん、だから、なんだろうな、信念は曲げず、自分はこうしていきたいっていう信念は曲げずに生きていかないといけないんで、じゃあ自分の信念だけで飯食えんのかって話で、なかなか難しくないですか?俺はこう思ってるみたいな。ね、僕はね、名刺作らないみたいに言ってますけど、今はメディアがあるけど、いいんですけど、メディアがなかったら、もうこれ、無理な話なんですよ。まかり通らないですよ。だから僕も実際ですよ。僕もこれ実例としてあるんですけど、昔ね、独立して、吉田さんちょっとやってくれませんかみたいな。ちょっとレター書いてくれませんかとか、ステップメール書いてくれませんかみたいなあったんですよ。で、僕も最初はね、メディアが、全然育ってなかったし、商品売れなかったっていう時期もあって、キャッシュ的にきついなっていうところもあったんで、あ、わかりました。じゃあやりますよって。でもね、もうやってわかったんですけど、もうやりたくないですよ、ゴーストライターとしてね。だからずっと十何年間ゴーストライターでやってたんで、もうね、もう苦痛でしかなかったですね。めちゃくちゃ苦痛でした。だから、実際に、まあ、頭下げてというかね、やりたくないことも受けたんですよ。受けた時期もあります。ね、ステップメール。まあ、もともと僕、ゴーストライターでやってたんで、まあ、書こうと思えば書けますから、だからそのね、依頼ね、受けまして、で、まあお金きついわけじゃないですか。ね。いきなりは無理なんで。だからそれもやりましたよ。だけどやってみて今思うのが、なんだろうな。もう絶対やらないぞっていう。だからなんか、自分の信念を守るために、この中心軸を守るために、枝も生やすこと必要だよっていう。だから信念を曲げる必要もなくて、信念を折らす必要もなくて、信念を、なんだ、
壊すこともなくて、信念は軸はあるんだけど、飯食っていかないといけないんで、そうは言っても、じゃあしゃあないと、枝を生やすと。ね、枝を生やして、この枝で、じゃあやりますみたいな。ここは枝の部分を頭下げろってことです。ね。だけど、ここの信念さえあれば、ここがどんどん育つんですよ。で、育ってった時に余計な枝切ればいいんですよ。だから普通の木とかもそうじゃないですか。植物とかも、なんか大きい果実を作る時って、なんかそのいらないそのなんかいらないというかなんか切っていくじゃないですか。で切ることによってそっちに栄養分いって大きいその食べ物になるみたいなのあるじゃないですか。枝とかも切ることによってまあその今生えてるところに栄養分いくとかあるじゃないですか。ね、じゃあそれね全部切っちゃったら育たないよねって話で、そうじゃないですか。だから信念を守るために信念に枝を生やせってことですね。最初の段階としては。最初から俺はこうだって言っても通らないんで、そこが結構ねやっぱフリーランスのやっぱ最初の難しいところですね。自分はこうやりたいんだけども、そうは言っても飯食っていかないといけないと。だから頭下げる時も必要だと思いますし、やりたくないこともやらないといけないと思います。うん、だから枝を生やすと、ひとまず枝を生やすと。で自分の信念の軸が太くなってきて、これで飯食えるようになったら枝切っていけばいいです。そうするともう逆に言うと、そのやりたくないことをやったことによって、ここの感情だったりとか、ここでまあ得た経験だったりとかがこの軸にねどんどん入ってくるわけですよ、ね、だから僕はその経験、昔ねそういう経験があって、その経験をしたことによって、もう絶対やりたくないから、もうやっぱやりたくないと、もうゴーストライターとしては絶対書きたくないと、人のコピー書きたくないっていうところがあるんで、じゃあもっと強くしようみたいなね、ここの軸を強くしていこうと。で、一人で単体で売れるように頑張っていこうみたいになってったりとか。うん。だからもう最初はね、本当ね、綺麗事じゃ飯食えないんで、本当に綺麗事じゃ飯食えないので、最初はやっぱ頭下げるだったりだとか、一緒に仕事やるとか、嫌な仕事も受注受けるとか、それは絶対必要だと思います。ただし、信念は折らすなと。ここはブレるなというとこですね。で後から枝を切れということですね。うん、ただここが厄介なのが、これ一つそれ厄介なところがあって、枝が伸びすぎると切りづらくなるんですね。これで、これで結構ポイントなんですけど、例えばじゃあやりたくない仕事もやるじゃないですか。で枝伸ばし続けるじゃないですか。でそうすると枝も成長するんで、切りづらくなるんですよ。どんどんでかくなるんで。これはですね。本当に今必要な分だけの部分で枝を早めに切っとくっていうのは結構大事かもしれないですね。だからその嫌な仕事をずっと受注受けてると、なんかその断りづらくなるとかもあるじゃないですか。どんどん枝生えてね。じゃあいいですよ、やっときますよみたいな。でこれこの関係性がどん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 深くなると、なんかそのこじれたりなんかいろいろなんかめんどくさくなると思うんですよね。だからその枝はね、まあ本当に今生きるために必要な分だけ生やして、で必要な分稼いだら切っていく。これが結構大事かもしれないですね。あまり枝を生やしすぎると切りづらくなるんで。まあ木もそうじゃないですか、ね、めちゃめちゃこんな枝があったらさ切れないかもしれないけども、なんかその職人とかね業者に頼まないとこのでかい枝は切れないかもしれないけど、ちょっとこんぐらい出てる枝だったら自分でピッて切れるじゃないですか。もはやハサミでも切れんじゃないかみたいなね。でも枝が太くなったらね、これ業者に頼まないと切れないですよ。ノコギリでウィーンみたいなね。ね。でもちっちゃい枝だったら自分のハサミかなんか自分のこんな100円ノコギリでも切れると思いますし。そう。今何分だ。はい。なんで、フリーランス結構今流行ってるじゃないですか。だけどこれは本当大変です。自分で全部自己責任でやっていかないといけないんで。ただ僕がフリーランスになっていいなと思ったことが何かっていうと、やっぱりこのこの極みですよね。この太いここパイプというかここを作ることによって自分の人生をより守れる、より自分の人生を豊かにできるっていう、そのサラリーマンでは絶対得られない部分、まあ時間的自由ですよね。時間的自由、精神的自由、経済的自由。この全部の3つの密じゃなくて3つの自由です。ね。3つの密ではなく3つの自由です。ね。精神的自由。ね。付き合う人も、例えばさっき一番最初に言った通り、名刺を配るような人と絶対会わないと。
でも精神的に楽じゃないですか。本当に今日そうだったんで、あどうもみたいなそうで、まあ、精神的人間関係の精神的な自由だったりとか、あと経済的に自由ですよね。まあ自分の飯分は自分で稼げるっていうね、いつでも稼げるみたいな。あと時間的自由ですよね。だから今日ね言われたのが、吉田さんやっぱ寝てるんすかみたいに言われたんですけど、全然寝てますね。僕も8時間以上寝てますからね毎日だからこれありがたいことで、本当にサラリーマンで働いて、じゃあ8時間働いたとするじゃないですか、8時間ね。で、じゃあ1時間休憩で7時間マックスで働いたとするじゃないですか。じゃあ7時間を完全ずっと動画撮って10分枠で撮ったとするならば、1時間6本撮れるわけですから、6、7、42だった。42でいいのかな ?42 本なんですよ。だサラリーマンの人が仕事、会社場でお前動画撮れと。10分の動画を6本撮れという仕事内容だったら42本作れるんですよ。7時間稼働で。休憩1時間でね。って話で、いや僕動画結構撮ってる、まあ、他の人に比べると撮ってるように見えるかもしれないですけど、じゃあトータル的にじゃあ1日24時間あって、まあ、8時間寝るじゃないですか、8時間以上で、そんで、まあ、好きな時にまあ動画撮ってるんですけど、まあ、これも今16分ぐらいですよね。そうは言っても、ね、1日24時間の間で自分の好きな時に16分撮ってるだけですよ、まあ、他にも今撮ってますけどね。でもこれがサラリーマンの1時間休みの7時間労働に比べると全然自由ですよって話で、好きな時に撮ってね、好きな時にやってるっていう。もちろんその塾生さんとかの Q&A とかに関しては なる早でね動画撮るようにしてますけど、これなんか自分の自由で撮ってるんで、まあできるだけその24時間以内に、なんだ Q&A の動画をねこうアップロードするようにはしてますけど、まあそれ以外は自由、完全自由ですね。うん、これがありがたいことが YouTube で1日1本とかね、1日1本ですげえみたいなね、毎日投稿してるなんかすげえみたいな風潮があるので、僕それじゃないので、まあ1日100本ぐらい撮ったらすげえな、1日100本を1ヶ月続けたらそれはすげえなと思いますけど、1日1本の毎日投稿なんていうのは僕からすると鼻くそレベルなんで、だって1日1本で僕みたいにノー編集だったら、ノー編集だったらですよ、じゃあ10分話すじゃないですか。ちょっと今長くなってますけど、じゃあ10分話します。じゃあ、何 ?23 時間50分フリーですよ。1日10分の動画喋るじゃないですか。残り23時間50分フリーですよ。やばないですか。どんだけ自由やねんって話、時間的自由、よくねみたいな。その10分すら、やだみたいな。いや、その10分ぐらいは頑張ろうよと僕は言いたいですけどね。残り23時間50分ね。フリーなわけじゃないですか。もちろんこれ動画編集するとかだったら別ですよ。僕のやり方、僕の流儀ですから、僕はノー編集でほとんどアップしてますから、そうなってくると1日10分1本、そうすると23時間50分フリーになると。だからこれあまりにも時間が余りすぎて暇持て余ますんで、僕は逆に言うと暇持て余ますから動画の方バンバン撮ってるって話ですよ。だから今動画を撮ってるか、南の帝王を見てるかしかないんで、本当に。まあ、あとは、まあ、細かい作業ですね。商品販売するんだったら、商品のレター作るとか、商品の準備するとか、まあ、そういうのは、お金を稼ぐ上でやってますけれども、じゃあ、めちゃめちゃ大変かって言われると大変じゃないですね。だもちろん、初心者の方は大変ですよ。初心者の方は大変です。商品作ったことがないとかね、なんか、こう、販売したことがない、セールスしたことがないっていうのは場合は大変かもしれないですけど、それはなんで大変なのかっていうと、単純にやってないからですよ。なんかこれ結構セールスレターで書いたかな。なんか自転車まあ、自転車もそうですし、車の運転もそうですけども、最初難しくないですか。だから簡単に稼ぎたいんだったら、簡単に作業ができるようになればいいんですよ。むしろますね。簡単に稼ぎたいんだったら、簡単に作業できるまでやればいいんですよ。そうですよね。自転車も最初は難しかったわけじゃないですか。だけど、簡単にの、なんか回数こなせば、片手運転してませんでした。立ち乗り運転とかしてませんでした、高校の時。なんかその、手をね、ハンドルにもはや、手をハンドルにもうかけずにね、なんかこうやって運転して、なんかメロンパン食うみたいなね。で、通勤みたいな。こうイヤホンつけて、なんか通学みたいな。高校までウィーみたいな、メロンパン食べながら、か
かもうハンドルにテスラ乗っけないみたいな。ね、じゃあなんでそこまでになったのかって、ずっと毎日自転車乗ってるからじゃないですか。じゃあ自転車に対して難しいっていうことがなくなりますよね。もはやもうハンドル手を添えないみたいな、左手を添えるだけ、左手すら添えないみたいな。桜木花道のね、左手は添えるだけと、もう最終的に左手すら添えないみたいなね、もうピンみたいな、ピンみたいな。いや僕なんかはもう動画に関してはもうピンなんで、そうじゃないですか、ボタンを押して喋ってるだけなんでピンですもん。で、あとドラッグドロップ、 YouTube にこのファイルをそのままピコってピコンみたいなドロップするだけ終了。まああとはね、カスタムサムネイルつけるときは、まあカスタムサムネイルも僕もまあまあ作ったりとかしてるんで、それももう別に苦じゃないですけど、そのカスタムサムネイルのどういうコピーにするかも考えて、考えて30秒ぐらいじゃないですか。でもこれやったことがない人はカスタムサムネイルでどんなキャッチコピーを入れようって考えるわけじゃないですか。時間かかりますよね。僕はただ単純にいっぱい今までいっぱいやってきてるんで30秒で終わりですよ。カスタムサムネイルのキャッチコピーを考えるのもたった30秒で終わりです。だからそれはやってきたから簡単になったっていう、ただそれだけです。だから自転車簡単に乗ってると思いますし、車の運転も簡単にこうやってね、ういみたいなやってるじゃないですか。簡単に乗ってません？なんか毎回緊張して、今日事故らないかな、大丈夫かな、大丈夫かな、みたいな運転しないですよね。ういみたいな、あ、遅えよ、プーぷーみたいな感じじゃないですか、もはや。でも一番最初こうじゃなかったですかって話で、だから簡単に稼ぎたいんだったらフリーランスでね、極めて簡単にね、精神的自由、経済的自由、時間的自由を手に入れたい、この3つの自由を手に入れたいんだったら簡単になるまで極めろって話ですね。いいじゃないですか、簡単になるまで極めろと、はい、もうそれがもう全てじゃないですかね。みんなね、やっぱ途中でやめるんで、だから簡単に、いつまでも簡単にならないと。ちょっとつまんでね、ちょっとつまんでまた違う方向行って、ちょっとつまんでまた違う方向行ってみたいなね。そう。だから自分がどんなスキルあったら飯食えんのかっていうところも10年後、20年後、30年後も想定してやるべきなんですよ。ね。もう年取るわけですから。年取りますよね。だから本当ね、この前、まあ、これもね、今日会ったお客さんにも言ったんですけど、まあ、前その事務所から出たら、ね、おじいちゃんとおばあちゃんがね、散歩してたんですよ。でね、そのおばあちゃんはおじいちゃんをね、こう大丈夫みたいな感じで散歩してたわけですよ。でね、おじいちゃんね、この一歩動くのに、いや、マジこんな感じでしたよね、こうやって。あ、俺もあんななんのかな、みたいな。いやでも年取ったらそうなりますよ。歩けなくなるかもしれないし、歩くのもね、なんかグルコサミンみたいな、膝が痛いみたいな。グルコサミンだったかな、通販、ネット通販ですね、グルコサミンみたいな、膝の正座ができなくなりますよねみたいなとかやってましたけど、グルコサミン飲まないとダメになりますからね。そう、もう歩くだけでも膝が痛くてね、もう歩けなくなるとか確定じゃないですか。確定というか、もう老化していくのはもう間違いないので、やっぱだからまあそういうことも含めて、自分が今何やるべきなのか、今何に時間をこうフォーカスするべきなのか。だから今日会ったお客さんが結構転職されてて、4つか5つか分かんないですけど、結構まあ転職してる。で、まあ聞いたんですよ。じゃあ今までこう転職してきて、今までその働いたことって収入が上がることに役立ってますか？もしくは人生を変えることに役立ってますか？いろんな職種をやってきて役立ってますか？役立ってませんって言ってましたから。いやでも本当そうじゃないですか。だから、やっぱ自分で稼ぐスキル、自分で商品を売れるスキル。だからビジネスっていうのは基本的に集客をして、商品をこう売れるっていう、これがビジネスじゃないですか。トヨタだったら工場で車を生産する。で、この生産した車を営業マンが売る。もうこれだけですよね。あと集客するために広告かけてるとかね。もうやってることこれじゃないですか、全部。なんかここに黒切りありますけど、黒切りね。こう黒切り。じゃあこの黒霧島を売るために何やってますか？単純にこの黒霧島っていうブランドを広めてね、ブランドを広めてこれを生産してこれを売ってるだけじゃないですか。ビジネスってそうですよね。だからこれが自分で黒霧を作れないとダメなんですよ。わかります？
で、あとラッキーなことに、ラッキーなことにね、あのネットビジネスって自分で商品も作って売ることもできる、通販もできるんですけど、これね、アフリエイトっていうのもあるんですよ。だからこの黒切りをアマゾンでも売ってると思うんで、アマゾンでね、この黒切りめっちゃうまいんですっつってアマゾンのね、アフリエイトリンクかましたら、これ売れたらね、金になるわけじゃないですか。だからもはやこれ作んなくても、これ紹介してアフリエイト報酬を得られるわけですよ。だから YouTuber とかそうですよね。めちゃめちゃ商品レビューしてるじゃないですか。で、概要欄に貼っときますとか、説明欄に貼っときます。まあ、Amazon のアフリエイトリンクですよ。だから、マジでね、無限在庫なんですよ。自分たちで商品作んなかったとしても、アフリエイトという概念、紹介という概念があれば、もう無限像、Amazon アソシエイトなんかもう無限に Amazon に商品あるじゃないですか。ね。物販もアフリエイトできるし、情報ビジネスのアフリエイトもできるし、無限なんですよ。こんなね、すげえビジネスないと思うんで、まあフリーランスを極めるんだったら、やっぱ情報を扱っていく。で、情報は変化させることができます。すぐに。情報マジですぐ変化させることができます。僕なんかもういろんな情報を扱えるんで、もう何でもいけます。で、時代が変わったら情報も変わるじゃないですか。例えば直近で言うならば、情報が変わった、何が情報変わったかっていうと、マスクがどこで売られてるのかっていうね、うん、結構貴重な情報じゃなかったですか。マスクここで売られてるよみたいな。でも昔はね、そんな情報に価値がなかったんですよ。もう一度言いますね。昔はこのお店で今度マスク売られるよっていう情報があったとしても0円です、価値。それがどうしたっていう。でもね、今マスク不足の時はここのお店でマスク売ってるよって、これね、そう実際あったんですけど、僕東京でたまたまですよ、東京の渋谷だったかな、なんか行列になってんすよ。だから駅のなんかちっちゃい薬局ってあるじゃないですか。で、そこでなんか長蛇の列があって、どういうことみたいな。めっちゃちっちゃいヤックスドラッグスで、えみたいな。で、見てたら、マスクみんな大量でな並んでんですよ。で、全員マスク1枚持って全員マスク1枚持って並んでるんですね。異様な光景で、で、主婦の方だったかな、なんかその、話してんすよ。で、僕、地獄耳なんで聞いてたんですけど、ありがとうみたいな。メッセージありがとうと。変えたわ。よかったね。みたいなやり取りしてんすよ。何かっていうと、多分 LINE かメッセージで、今ここで売ってるよみたいな、近くにいるみたいな。ここで売ってるから来てみなっていう、多分情報を流したと思うんですよ。で、その主婦 A さんが主婦 B さんに流して、で、B さんはめっちゃ感謝してるんですよ、A さんに。ありがとう、変えたみたいな。で、その主婦 B さんは、なんか子供2人ぐらい連れてきて3枚買ってましたけど、ありがとうみたいな感謝されてるんですよね。どうすか、昔この情報に感謝されることありました？だから情報って本当に変化するし、いくらでもいかようにもこう価値がこう変動する。で、しかもその情報に関しての、なんかランニングコストっていうのはかかんないですよね。だから時代の流れに応じてトレンドもそうですけど、あのトレンドに合わせてその情報発信することもできるし、もしくは過去の、あの価値、過去の体験談だったりとか、そういうとこにも価値が出たりとかしますよ。だから柴田さんがデリヘルを呼んだっていうね、過去の体験じゃないですか。で、それ500万回回ってるわけじゃないですか。ね、デリヘル嬢を呼んだらなんちゃらみたいなね、500万回回ってますよ。それ過去の体験が価値になってるというかね、なんか興味出て見られてるわけじゃないですか。で、それがお金になってるわけじゃないですか。だから過去の体験ですら使えるし、これからの未来の予測の情報でもいけるし、もう無限にこの水みたいな感じですね。何にも当てはまるっていう。水って容器に入れたら全部当てはまるじゃないですか。星の容器に入れたら水は星になるだろうし、固くしたら固くなるし、ね、冷たくしたら冷たくなるし、ぬるくしたらぬるくなるし、あったかくしたら熱くなるし、水って全てにこう行くわけ、届くわけですね。まあ情報も水みたいなもんですよね。いかようにも変形できるっていう。ただこれを作っちゃうと、これを変形させるのは難しいんですよ。ね。だから情報を扱うビジネスをやると、マジ最強かなと思います。フリーランスで極めたいんだったら、情報を扱うビジネスをやるべきです。はい。ということで、終わりたいと思います。ありがとうございます。